吉田文吉田文は日本の教会音楽家、オルガニスト、名古屋市に生まれる。幼少の頃から母である吉田徳子から音楽の手ほどきを受けた。名古屋少年少女合唱団25期生。愛知教育大学附属名古屋中学校を卒業後に単身で西ドイツへ渡る。パーダーボルン大聖堂のオルガニスト、ヘルムート・ペータースにオルガンを学ぶ。 1989年、ケルン音楽大学カトリック教会音楽科に入学許可を得る。1994年に教会音楽会永久国家試験を取得。1998年にドイツ国家演奏家資格を取得。その間オルガンを、ボルフガング・シトックマイヤー、クレメンス・ガンツに指示する。現地のパイプオルガン工房での実習をたびたび行う。ほか、 1998年度ドイツオルガンアドバイザー、協会主催のオルガンアドバイザー養成コースへ参加する。パーダーボルン大聖堂オルガニストのジョージ大理、ケルン・イチヒジリ・カタリーナ協会オルガニスト、同志南部四国地区協会音楽家として、セイパウロ協会などで勤務の傍ら、ドイツを中心としたヨーロッパで、コンサートオルガニストとして活動している。 中世から現代までの作品をレパートリーとしているが、特に後期ロマン派から現代までのエポックを得意とする。現代作品の初演も多い。現在は、フリーのコンサートオルガニストとして、日本とドイツを中心に演奏活動を続ける。名古屋女子大学准教授、ナムサン大学非常勤講師、ナムサン大学エクステンションカレッジ講師、朝日カルチャーセンター、名古屋講師、 2007年より、コンサートシリーズ、名古屋オルガンの秋を主催している。ありがとうございます。